産業考古学とは産業遺産、すなわち産業の発展を示す意向などを研究する学問である。20世紀以降、産業構造や技術の大幅な変革が次々に起こり、かつての技術体系が失われてきている。こうした状況から過去の産業に対する関心を深めるべきという主張が起こるようになった。例えば、 鉄道施設や各種工場で使われていた機器などは、当時の技術水準を知る上で貴重なものであり、研究だけでなく現物の保存が望まれる。当初は一部愛好家の動きに過ぎなかったが、産業革命の本場イギリスでは1950年代に、イギリス産業考古学会が生まれ、学問としての産業考古学が洗練されていった。国際的には1973年に、 国際産業遺産保存委員会が成立し、日本でも1977年産業考古学会が生まれた。一般に考古学は埋蔵文化財の発掘調査を主体とするが、産業考古学では遺棄された産業施設なども対象となる。一方で産業遺産の発掘調査も行われており、世界遺産となった岩見銀山や、 明治日本の産業革命遺産の見栄使い軍書などは発掘調査から得られた成果が世界遺産登録に際しての重要な役割を果たしている。ありがとうございます。